任天堂パルワールドが効きすぎてしまうとこちらが話題となっておりますが、皆さんご存知かと思いますが、コロプラと任天堂の訴訟問題、これ当時はかなり話題となりましたが、白猫は訴訟準備になんと1年5ヶ月、今回はゲーム発売からなんと8ヶ月、ずいぶん聞いたんどすなと書かれておりますが、まあそれだけ早くね、任天堂側としては対処しなければいけない、こいつマジでやべえみたいな感じで思っていたんじゃないかと、まあそういったことが言われておりまして、任天堂とコロプラ訴訟の経緯としましては、任天堂が、保有する特許を、訂正したと、訴訟の準備に入ったと、で任天堂がコロプラに特許権侵害を指摘と、まあここまでの流れっていうのが、まあ比較的パルワールドの件と似ておりますが、まあ今回もですね、一応特許を水面下で訂正していたことも、判明しておりますので、まあある程度ここら辺までの流れは同じですね。で、そこからですね、かなり時間が経ちまして、訴訟がね、されていたと。で、その結果、任天堂がコロプラを提訴し、44億円の損害賠償請求と製品の差し止めを要求と。計5つの特許で侵害を主張と。で、コロプラが任天堂の特許が無効だと主張していると。まあ、これすごいよね。特許が無効だと主張っていう、このスタンスっていうところがすごいなとは思いました。で、コロプラが白猫プロジェクト、プニコンの仕様を変更と。で、2021年4月、ちょっとかなりまたね、時間が経っておりますが、任天堂が時間経過を理由に、賠償額を96億円。こちらに変更したと。まあ、約97億円か。コロプラが任天堂にライセンス料を含む33億円の和解金で決着と。まあ、このような流れとなってますね。だからま、訴訟ってに見てもらったらわかる通り、まあ、すごい時間がかかってしまうものでありますので、まあ、今回パルワールドがね、特許権侵害でやられてしまいましたが、ただ結論として多分これってさ、聞いてくるというか、判決出るのも相当先になるかと思いますし、で最終的にはライセンス料を含む、まあ、何かしらのね、金銭で解決する可能性が高いんじゃないかみたいな、そういったことが今言われていたりしますが、ただ任天堂側としては徹底的にもうパルワールドやっちまいたいみたいな感じで思ってるかもしれないので、もうなんか和解金とかライセンス料とかそういったお話ではなくて、もうとことんやってやるわみたいな、そういった思いの可能性すらあるんじゃないかと思いました。どんだけ聞いたんやろな。悪とまでは思わんけど、任天堂は太っ腹だなというイメージはなくなった。任天堂ゆるゲラーはゆるゲラーの元ネタじゃないんや。任天堂、オデからのパクリは許さない。まあそういったところでちょっといろいろ言われてますね。さすがにダブスタが、他社が特許を悪用するのを防ぐために任天堂が特許を取ってるのかと思ったら、単に気に入らないゲームを潰すためだけに取ってたなんて。パルワールドは2500万人がプレイしとるし、こんなのポケモンビジネスの邪魔にしかならねえわ。だからまあ潰したかったんじゃねえかっていうことが言われていたり、まあ今でもアクティブユーザーはそこそこおりますので、まあある意味ね、こういったものが存在していると、まあ悪影響というか、まあポケモンと間違う方はさすがにいないかと思いますが、ただ目の上のタンコブみたいな感じで、まあ非常に厄介な敵であると、まあそこについては間違いはないかと思いますね。ただデザインパクってそうでムカついたけど、そこじゃ微妙やから、今回特許権侵害で訴えたんじゃないかっていうところが多くの見立てではありますが、ただこれを見てみるとめっちゃ時間かかりそうではありますよね。まあ時系列、白猫サービス開始2014年で、訴訟準備が、2016年8月で、9月に任天堂が特許権侵害を指摘と。で、提訴までね、結構あれなんですよね。時間かかってるんですよね。ただ今回はすごいよね。もうなんか提訴と同時に訴訟するわみたいな感じなんで。まあ提訴じゃねえわ。特許権侵害を指摘したと同時に提訴なんで。まあ、スピードが速いというか、ちょっとすごいなと思いました。任天堂がルイージゲーム、ドラガリアロストを配信。ちょっとこれ、じわじわ来るよね。まあそんなところで、ちょっと任天堂としてはどういったご意向なのかわかりませんが、
まあパルワールドは本当にもうぶっ潰してやるみたいな感じなんでしょうかね。まあ訴訟準備とかもうなんかすっ飛ばしてるからな、もうまあ許さねえみたいな、まあ水面下でやっていたんだと思いますけど、ただまあなかなかスピーディーというかいきなりですね、びっくりした方も多いんじゃないかなと思いました。おいお前特許権侵害すんなってことで訴訟だみたいな、早すぎだろみたいな。まあそう思うとなんか白猫の時ってさ、まあ逆に白猫がしっかりとサービスを緩和してくれるんであれば待ってやるみたいな、まあ任天堂としては結構ね寛大なね措置をしようとされていたのかなと思いました。ただまあ結果として白猫が改善しなかったからもうやっちまうわみたいな感じで、まあボロカスに叩いたといった状況なんでしょうかね。ただもうパルワールドに関しては謝罪とか訂正とかもうそういったのね、そっちのけでもうぶっ潰しますみたいな、多分そういったことの表れなのかなと思いました。まあ非常にこれ早いよな動きが。まあそういったところでね、ポケモンもカプセル怪獣パクったりしてるとか言われておりますが、まあ結局どうなんだろうね。なんかどうしても似たり寄ったりのところが、まあ、ゲームとか作品で出てきてしまうわけだから、でまあそこに対してなんかこれって著作権侵害だよねとか特許権侵害だよねみたいな話ってさ、まあ割といたちごっこなところもあり、でいずれにせよ持ちつ持たれつみたいなところもありますので、ただまあ今回そういったところを度外視にしてパルワールドお前の態度気に入らんみたいな感じで、まあ任天堂としてはぶっ潰しに行ったっていうのがまあ実情ではないでしょうか。ただ任天堂は後からパルワールドに引っかかるように特許修正しているっていうのがすごいよね。だからもう完全にやる気満々みたいな感じなんでしょうね、ここについては。ただ任天堂としてもね、こんなになんか徹底的にやろうとしてくるのって結構珍しいよね。まあ歴史をたどるとなんか任天堂ってめちゃくちゃなんかやってくるようなイメージあるかもしれませんが、まあ実際そうではなくて、しっかりと考慮してくださって、まあなんだろう、改めるんであればまあ聞いてやるよみたいな、まあそういったスタンスなのかなと思いました。ただ一方でさすがにですね、この状況は看過できないのかマジでブチ切れていらっしゃるのかなと思いましたね。はい、まあそういったところでこのような状況となっております。まあとりあえずこういった状況なんですが、皆さんどう思いますか？ぜひコメント欄でコメントいただけると幸いでございます。ただまあ任天堂のその本音というか何というか、そういったところにつきましては、まあ結局なんかね、任天堂からの声明では分かりませんからね。ただまあ少なからずムーブ的には本気で起こっている、間違いないということだけかな。はい、まあそういったところで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。ではまた、バイバイ。